カステラ。おはようございます。おはようございます。どうです。クレイです。まあカメラのとこにかあのカニさんがいるんだけど、しゃべらない。カメラマンだからな。まあね。で、はいはい、なんだっけ、恐竜の鼓動じゃねえ、なんか違うんでしょ。恐竜の鼓動。恐竜の鼓動。鼓動だよね。そう。恐竜の鼓動が、ゼータの鼓動が出たんですよ。ゼータガンダムわかんない。わかんない。はい。そう。まあもう世間じゃマスタールール4にね、まあ、好きっきりでもうこんなの意識してない。そうだね。全部話題化さらわれたからね、あっちに。でもリターン系は大体エクストラデッキそんなに影響受けないから、ね、まあ、普通に使っていけるんじゃねっていうところだね。うん、はい。で、もうデッキを組んだんだっけ、君が。あ、はい。一旦じゃあセットリスト見ようか。そうだね。セットリスト。セットリスト。セットリスト。曲じゃねえんだから。なんだっけ、あいつ、小野賢章と花澤香菜が結婚するって言った時に、訓練されたオタクたちが、とりあえず結婚式は公開されるのか、チケット販売はあるのか、セットリストは。公開されるのか、そこが一番気になる。なぜそこを調べないんだ、お前ら。ライブじゃないんだからさ、ご祝儀、チケット代にご祝儀は含まれますか。むしろケチるつもりなのか、それ。公開結婚式って、あのビートマリオっていう、あの同人の歌手の人がやってたよ。あの自分のサークルメンバーの女の子に手出して結婚した。それって結構サークル内揉めるよね。大丈夫、ディレクターから何のあれも出ないから、これ入ってる。三千と輝く恐竜ワールドの中にそれだけ違うやつがいる。いや、下三枚種族違うからね。ついついもあれなんだね、最後が、うん、はい、こんな感じなんですけど、はいはい、久々に2枚再録されてる。まあ、ツニオンモンスターは確かこれだ、しかも新規でしょ。新規、ね、ストラデッキですね。そう、ストラバスタルール4じゃなかったらめちゃくちゃ4じゃなかったらね、バハムートシャーク出すだからね、これですね、デスキラビとかね、伊達2000でしょ。そう、めちゃくちゃ強いね。普通に強いんだよね、そいつ。でも、バハシャがお亡くなりになってるから。どうしようもない。あれ、特殊最低出してくれないとどうしようもないからね。うん、いや、でも、通常モンスターパックに必要な三種の神器みたいなものがちゃんと入ってるから。入ってるからね。これ、バニラモンスターデッキ組めるよ。うん。化石調査も出てきたね。そうだね。うん。で、これを使ってデッキを組むの。うん、そうだね。で、これが、黒井くんが考えた、恐竜デッキ、カッコ仮。カッコ仮。3つプラスアルファ ?3 つプラス。プラスアルファある？まあ。え？どれかある？どれかある？え、どれ？僕、目悪いから、わかんないから。俺もちょっとね。これ目も頭も悪いから。俺も目も頭も悪いから。目も頭も僕ら性格も悪いから。全部悪いんじゃないですか？大丈夫？目も頭も性格も悪いせいで、ちょっと、バカには見えない新カードがあるのかもしれない。いや、まあ、どれが追加で買ったカードなのか僕には。お、僕にもわかんない。いや、まあ、ここだけなんですけどね。ちょっと、あれ。目が、ああ。ああ、つ出家するしかない。ぶっ込むな。出家しなきゃ。出家しなきゃ。使命感。使命感。はい、もうそんなことないんですよ。散々言っといて。はい、じゃあ見ていこうか。はい、セーバーダイロスが3枚。3枚。メガロスマッシャー X、このなんか、サメ映画の B 級のやつに出てきそう。出てきそうだね。シャークバーサスメガロスマッシャー X。ありそうね。空飛んでそう。3枚。ディノインフィニティが1枚。デンソのミセラサウルスが3枚。アルティメットコンダクターテラのが2枚。オビラプターが3枚。レスキューラビットが2枚、はい、ベビーザウルスが2枚。プチラノドンが3枚。ロストワールドが3枚。予想外が3枚。デラフォーミングが3枚。化石調査が2枚。苦渋の決断。化石調査も重なってるけど3枚。3枚。化石調査が3枚。苦渋の決断が2枚。闇のご復元が2枚、異次元からの埋葬が1枚、生存境界が2枚、サジンのバリアダストフォースが1枚、化石ハックスが2枚、とエクストラが、ラギア2枚、ドルカ1枚。たまたま手元にあったやつ使いましたからすごいね。まあね。この。ツッコミどころとしては、なんでラビット2枚なの？そうだね。3じゃないの？ 3 じゃないの？そうなんだけど、特殊召喚するカードとか、あと、同盟のカードを1枚落として、1枚持ってくるっていうカードも入ってるから、うん、まあ、確かに3入った方がエクシーズ出しやすいかなと思ったんだけど、まあ、こいつで殴っていくことを考えると、うん、3枚いるかな、どうかなって悩んで、一応とりあえず2にしたけど。後半クソりそうだ。
取りそうだ。取りそうだ。ここはカットするから。いや、採用だよ。俺がカメラマンだから今。採用だよ。こいつ人を責めるだけだけど、どうしようと喋る。さっきまで沈黙だったのに。すごいセクサリーってなる。後半腐りそうだから、2枚。なんでいい声でした。生存境界が2枚なんだね。まあ、そうだね。通常モンスターすべて破壊し、破壊した数だけレベル4以下の強力モンスターをデッキから特殊召喚。うん、この効果で特殊召喚したモンスターはエンド時に破壊される。墓地のこのカードを除外すると、自分ヒーローの強力モンスター1体と相手のカード1枚を破壊できる。うん、なんで2枚なの？なんで2枚なの？まあ、こい、で、一応、こいつで殴ることをメインで考えて、で、アタッカーで一応、もう1体、こいつとりあえずピン刺ししとくかっていう感じで、まあ、入れたんですけど、うん、そうすると、除外するカードが、まあ、多めでもいいのかなと思って、なんで、ミスラサウルスも一応3枚積んで、うんうん、まあ、ちょっと除外するカードを多めにした感じですね。ここの質問に答えれてないんだけど、大丈夫。そうですよ。これ何枚いるかなとは思ったんだけど。お前何色付きって言って、うん、ロケットだけどさ、同じだからね。ミセラサウルス、これ、どう、なんか、強かったな、これと合うな、ぐらいしか覚えてなかったんだけど、なんだっけ、これ。うん、メインフェーズに手札から墓地に送って、メインフェーズの間、自分ヒーローの強力モンスターが、相手が発動した効果を受けない。ブラックホールとか、要は、効かないぜってこと。そうそう。墓地からこのカードを含む強力モンスターを2位の数だけ除外して、2位の数だけ除外して、除外したモンスターの数と同じレベルの強力モンスターができたら特殊召喚。この効果で特殊召喚したモンスターはエンド時に死ぬ。これ何で出すの？何出すの？あ、4枚除外して、なんか少ない 4を立てればいいや、くらいの。まあそうだね。で、まあ特殊召喚するのが恐竜族だったらこれ、まあ何でもいけるんで、まあとりあえずレベル4多めに積んどいて、そっから4枚除外しといて、で4出して、で最悪ディノインフィニティであれなのか、効果で出したりとかして、で除外するカードが、まあ、多ければこいつの攻撃力も上がるんで、でまあそ除外するカード、まあ増やそうかなってなった時に、あ、じゃあこれ何枚積もうかなと思ったんだけど、3枚使わないなと思ったんで、とりあえず2枚突っ込んどいたっていう感じですね。興味がある人は組んでみてはいかがでしょうか。対戦しない。ざっくりだな。でも本当になんか昔さ、あの、うん、ラギアが流行った時のデッキみたいで、あ、まあそうだ、ね、あれをもうちょっと早くしましたみたいな、なんか構成で比較的。そうじゃないとなかなか通常モンスター6枚とか入らないから、ね、入らないからね。ああ、まあ、なんか面白そうだね。あとなんかまあマサルール4の影響も、まあ、ラギア1体しかどうせ並べないし、そうだね、まあ前なんかね、生き残ったら何体か並べたりとか、オビラクターとかをかませるともっといっぱい並べれるけど、そんな並べなくても全然いけるしね。そうだね。うん。あんまり勝るような影響を受けてないから、比較的強そうなのでは。まあエクストラなくても普通に3500打点立てて、殴り続ければ普通に強いから。まあそうだね。はい。はい。まあ興味がある人は組んでみてはいかがでしょうか。というわけでお相手はどうぞ。フロイト、カニでした。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。